皆様こんにちは。足立音研ドラム技塾塾長の今成です。今日ご紹介するのはドラム技塾でストックしているシンバルの、まあ、変わり種代表格ですね。こちらセービアン AA の20インチローライドです。今もう多分カタログ落ちしちゃってると思うんですけど、ローライド、生って意味ですよ。生っぽいとかいう、あの生、もう名前の通り通常のシンバルとは全然違う、もう製造工程の途中で作業をやめちゃったシンバルって感じです。皆さん想像するシンバルって表面キラキラしてるじゃないですか。これもうマット、ただの金属の板って感じ。磨きがかかってないんです。あとは削りも入ってないです。通常あのレコードみたいに表面はずっと削るんですね。線状にこうレコードみたいに溝ができているっていうのは、あれは削っている証拠なんですけれども、あれをレイジングって言います。レイジングもしていないし、ハンマリングの跡もほぼ見えないですね。つまりあの金槌やそのプレス機でガン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 って打ったような形跡もあんまりなくて、ただ単に1枚のシンバルの型として抜き出したような見た目をしてます。まあそんな簡単な作りのはずはないんですけれども、なので、通常のシンバルの最後の工程、削って磨くという工程が省かれています。どんな音になるかっていう意味ですごく面白くてですね、この削ったレイジングというのが及ぼす効果、その、音が広がっていったり、よくその波紋のように音がファーッと広がるというのは、あのレイジングの効果が大きいんです。池に水をポチャッ、池に石をポチャって落っことした時に波紋が広がる、あの感じのように音が周りに広がっていくのっていうのは、この溝が切ってあるからという効果が大きいんですね。で、叩いてみると分かるんですが、広がっていかないです。まあレイジングがないんで当然なんですけれども、このゴツゴツした音のまんまでゴーッと唸ってるような音だけが響きます。で、そういう意味で言うと広がりがないので音量も大きく聞こえないです。この辺で音が止まっちゃってる感じ、ゴツゴツゴロゴロ言ってるような音のイメージです。なので使うジャンルも相当限られますが、あるジャンルではものすごく機能するんです。ちょっと叩いてみます。まずは細めのスティックで、金属の板なんで当然余韻は出るんですけれども、皆さん、私もそうですけれども、想像するようなシンバルの余韻は出てこないですね。うわーんって言ってるだけ。高い音の綺麗な広がるような響きというのがない。イコールシンバルが、早めに音が減衰するとも言えて音がなくなっちゃうので、お聞きになって分かったでしょうか。スティックの音が強いです。スティックの響きがそうですね、3分の1ぐらいを占めるようなイメージです、叩いていると。あと叩き心地もちょっとゴツゴツした感じがあります。あまり、手応えが、なんて言うんでしょうね、綺麗に響いてない感じ。これもすごく面白くって、ちょっと太めのスティックでいってみます。通常のシンバルですとクラッシュを思いっきりガンってかけて、クラッシュをか音を出した後に、
細かい音を出そうとするとどうしても、クラッシュした音の余韻に音が飲まれちゃうもんなんです。ジャーンって言ってる中でちっちゃい音って出しにくいですよね。ただしこういう減衰の早いシンバルの場合にはそういう時にすぐにちっちゃい音が続いて聞こえてきます。まあ、当然シンバルの減衰が早いのでその後の細かい音っていうのが聞き取れるようになる。シンバルのこの揺れもすぐ収まってくれるので叩きやすいんです。ということはやっぱりライドシンバルでいろんなダイナミックスをいろんな表情で出したいっていう時にものすごく有利なんです。単純に綺麗な、響くような音が出したいっていうのには向かないのでやっぱりポップスなんかだとちょっと厳しいですね。あと音量もあんまり出ないのでロックもちょっと難しいかな。やっぱりアコースティックなジャズなんかだと、例えば、生ピアノですとかウッドベースなんかとの響きというのはとても合うと思います。あんまりそのシンバルに綺麗な音を求めるわけではなく表情を求める場合にはとてもコントロールしがいがあって楽しいと思います。そういった、ご要件に対してシンバル試していただくのにこのシンバル貸し出ししています。セービアンの AA ローライド20インチでした。